今年で、アジアゲームショーは、7回目になります。この7回の開催期間中で多分、今回の7回目というのが一番世の中の景気が、非常に低迷をしている時期に開催されるゲームショーになると思います。そこに我々参加をするわけで、どういう気持ちで参加をするかというご質問を受けたわけですが、来ていただいたお客様皆さんに、元気を出していただきたい、こういうのが一つの大きな目標です。ですから、今年は、120台の、試遊台を用意をして、一人でも多くのお客様に、楽しんでいただけるように会場を設定いたしました。ソフトウェアも非常に、いいタイトルが揃っておりますので、皆様もしこのビデオをご覧になった方は、明日からの、開会に、来ていただけると本当に嬉しいなと考えております。即係類似一個呢個度假村或者係一個 SPA 咁嘅效果嘅，其實都係源自於即係海嘯下邊大家啲壓力好大，咁啊打機其實係一個最好即係釋放壓力，亦都係一個最平嘅方法咯。不景気不景気ということが叫ばれてますけれども。なんとなくみんなで不景気っていうともっと不景気になってしまうような気がします。ですから、ぜひ、不景気不景気という言葉をあまり使わないで、日頃生活された方が楽しいんじゃないかなと考えております。で、我々のビジネスがですねどのぐらい景気に左右されるかというと全く左右されないと言ったら嘘になってしまいます。だいたい普通のですねビジネスが 50% になってしまった場合我々はもうやはり 80% ぐらいのビジネスになってしまう、つまり 20% ダウンぐらいですね。ですから他のビジネスと比べるとあまり大きな影響はないんですけれども、ぜひ皆さん一人でも多くの方が増えていただいて 20% ダウンのところを皆さんたくさん買っていただいて 100% に戻していただければ嬉しいなと考えております。